紹介させていただく車両なんですけれども、 CB754K4 白タンクが特徴の名古屋仕様になります。足回りですが、フロントフォークのオーバーホールにホイールもリム、スポークともに新品の組み直しをしてあります。タイヤもまた新品になっております。リアの足回りもそうですが、ホイールもリム、スポークともに新品の組み直しになっております。タイヤも新品になっており、ブレーキもフロントもそうなんですけれども、オーバーホールさせてもらってます。エンジンは塗装から組み直しまでのオーバーホールになっております。キャブレターはヤミヤのキャブレターリペアキットを組み込みのオーバーホールとなっております。またマフラーはヤミヤ無番マフラーを装着しております。名古屋仕様ということで、タンクはホワイトカラーにブルーラインが入っております。オーダーによってラインのカラーは変えれますので、またお気軽にお問い合わせください。またフォグランプですね、この2つが名古屋仕様の大きな特徴となっております。ハンドル周りですが、メーターは文字盤がホワイトに変更されております。またメーターカバーもメッキが装着されております。ハンドルですが、ヤミヤ一番人気のヤミヤ絞りハンドルが装着されております。お客様のご要望でハンドルブレースも装着されております。ハンドルのブレを抑えるステアリングダンパーを装着しております。こちらの車両なんですが、エンジンガードも装着されております。こちらが3ピースになっております。ポイントカバーも SOHC のカスタムパーツが装着されております。チェーンケースもクロームメッキに変更されております。またキャリアバーですね、こちらヤミヤの取り扱いスタンダードタイプが装着されております。お客様のご要望でフロントエンブレム、ホンダが装着されております。ウィンカーのレンズもクリアに変更されております。オイルタンクキャップは 4K 付きのものに変更されております。ナンバープレート台もホンダのロゴ入りのものを装着させてもらっています。シート下にですが、ETC を装着させてもらっています。今回ご紹介させていただいた名古屋仕様の車両になりますが、たくさんのアクセサリーパーツ、またオプションパーツが装着されていますが、すべてヤミヤが取り揃えておりますので、ぜひホームページの方でご確認いただければなと思います。